スピードの上原貴子、30日、29日、9ヶ月ぶりに、自身のブログを更新。芸能活動を再開することを明らかにした。2014年9月、夫で、ヒップホップグループ、ET、キングの天さん、享年35、を亡くし、静養。復帰は未定としていた。10月に開催される俳優の宅間孝行、44、主催の宅フェス第3弾、口づけに出演する。同、公演は、宅間が作、演出するもので、知的障害者の娘と、死を目前に控えた父の切ない愛情物語。2010年に上演され、舞台史上一番泣けると話題になった。13年5月には貫地谷氏、堀、29、主演で映画版も公開された。上原は、この日、ご報告のタイトルで、昨年9月以来9ヶ月ぶりにブログを更新。長らくご無沙汰しております。また、いつも温かい励ましのお言葉をありがとうございますと感謝を述べ、仕事の再開を報告。皆様にお会いできる日を楽しみにしております。今後とも、応援のほど、よろしくお願いいたしますと綴った。上原は、天さんの葬儀、告別式から一夜明けた昨年9月29日、ブログで、今は、心の整理をしながら、ゆっくり日常を取り戻せる努力をしたいと思いますと、悲痛な胸の内を吐露。早く元気な姿を見てもらえるように頑張ります。もう少し待っていてくださいと、前向きな姿勢も綴っていた。所属事務所によると、その後、静養に入り、復帰は未定としていた。